さんこんにちは。こんにちは。今日は8月12日水曜日のお昼を回りました、うん、チャーズスタイル TV を始めていきたいと思います、はい、ゲストは三住珠代法律事務所の、三住珠代先生です。よろしくお願いします。今日は8月12日で、うん、今週は、うん、結構お盆休みっていう方も結構いらっしゃるような気はするんですけども、はいはい、まあ、お仕事の合間にちょっとこの番組を見て、うん、いただければなと思ってま す、はい、実はこのナイロン の、 紙で、いや大事です、はい、ちょっと感染予防というところで、はい、三住先生から昨日やっぱこういうのあった方がみんなが安心なんじゃないってご提案いただいて、慌ててちょっと設置させていただいたんですが、そのこうお気遣いの一言から、はい、やっぱり予防弁護さすがだなって思って、さすがだ、やっぱり何かあってから、うん、ではこう、ね、やっぱりいけないですし、うん、今その どれだけ、うん、予防してても、うん、まあ、感染する人はもちろんいるので、うん、そこを責めるとかはないんですけども、うん、最大限の配慮をするっていう部分 の、うん、まあ、予防を自分のを守るとか、はい、まあ、周りの方 の、 気分を害さないように守るとかいう、うん、ね、こう、ね、予防弁護という意味の部分を本当にこうすごい感じました。おっと、すごい、そこ、そこまで、いや思いました。だからやっぱ、まあ、私たちこう、まあね、換気よくしてるからね、全然いいんですけど、ここは、まあ、スタジオで、うん、まあ、今テレビ局とかもね、はい、どこでもそうですけど、お店とかでもすごくこうやってね、気をつけているのも、はい、やっぱり予防弁護っていう部分で、うん、何かが起こらないようにトラブルを、うん、それは絶対 100% 努力をね、うん、完璧はないにしても、うん、やっぱり絶対こう起こらない努力は、うん、やっぱり人としてできることだから、うん、準備は、うん、やっぱりやるべきかなというふうには思いますよね。いや本当に思いました。いや本当良かったです。これ大事です。うん、やっぱこうそういう気配りっていうのも、うん、やっぱ女性ならではの部分もあるとは思いますので、うん、まあ、気づいた人がそうやって、うん、言っていくっていう、ね、風通しがいい人間関係を、まあ、築いていくことが大事で、うん、でその言われたことに対しての意見交換とか、うん、そういうのができるこう家庭環境とか、うん、職場環境とか、うん、ね、そういうのがあると、うん、みんなストレスも少なくやっていけるんじゃないかなって。いや本当その通りですね、うん、必ずしも自分の意見が取り入れなくられなくても、うん、自分の意見が言えたっていうことがやっぱりその人のその個人のやっぱり人格や尊厳にとってとても大切なことで、やっぱり世の中いろんな人がいるから、必ずしも自分が思った通りのルールや思った通りにならないのは当たり前のことなので、意見を聞いてもらったっていうことが、そうですよね、はい、大事なところ、ね、本当ですね。そう本当思いました。なんか今日のテーマが、そうまさにね、実はモラハラ、モラルハラスメント、モラルハラス聞いたことありますか？よくモラハラってこう耳には私してたんですけど、うん、まあ、パワハラの方が、うん、まあ、どっちかというとメジャーというか、そうですね、企業的にはそうですね、うんうん、そういうセミナーがパワハラセクハラがの研鑽ではそういう言葉を使われますもんね、うんうんうん、だからモラハラっていうと、まあ、私の仕事上かもしれませんけど、やっぱりどちらかというと家庭内の、うん、男女間の問題や、うん、夫婦間の問題で、モラハラによる慰謝料請求っていうのをよく見ます、まあ、企業になってしまうとそれがパワハラのことが多くなりまして、パワハラという上下があるから、上下があった、うん、上下が、うん、上下とかやっぱり職場環境悪化とかなっていくと、ちょうどそのパワハラって下からの上っていうのもあるんですけれども、なんていうんですかね、そういう要件に当てはまっていけば、もうパワハラでしっかり請求した方がはっきりするっていうのはありますよね。なるほどですね。いやでその今回モラハラについて私検索しようと思って、パソコンでモラハラってこう検索するじゃないですか、はい、うん、そしたらモラハラ夫とかモラハラ親とかモラハラ男とか、うん、なんかほとんどその男性だったりまあ、それでね恋人とか、うん、夫婦とか、まあ、親とか親子が出てくるから、うん、
モラハラって、うん、そういうこうなんか意外と男性に多いのかなとか、うんうん、親でもそのモラハラに当たることってあるのかなとか、うん、なんかその検索キーワードで知るっていう感じのもあってですね、うん、なるほど。モラルハラスメントは精神的な、はいはい、もう定義すると、まあ、いろんな定義あるかもしれませんけど、一つの代表的な言い方としては精神的な暴力、要するに肉体的な暴力ではなくて精神にダメージを与えていく暴力、手は出さないんだけれども言葉、によって、ダメージを与え、精神的なダメージを与えていくことを、まあ、モラルハラスメントと言います。だから結局そのモラルハラスメントっていう言葉がこう、まあ、出てきた経緯とかってあるんですか？うん、やっぱりそのいろんなハラスメントっていうのが出てきたんですけれども、やっぱりそのモラルハラスメントがやっぱり一番その言葉が活躍、あの使われている場所はやっぱりあの離婚ですね。まあ、あの DV ドメスティックバイオレンスって皆さん DV 法防止法っていうのを聞かれたことがあるかもしれませんけど、はい、DV っていうのはドメスティックバイオレンスっていうんで家庭内暴力、家庭内の暴力のことを言います。これに対してモラルハラスメントは要するに手を出したり足で蹴ったりという肉体的な暴力はないんだけれども、結果としてですね精神的なダメージを、肉体的なダメージはしかしまあ精神的なダメージの延長は、まあ、うつ病や、PTSD などありますので、それは必ずしも肉体的な暴力だけではなくてずっとその自分をバカにする発言や自分を無視する発言や無能扱いする発言とかをずっと日常茶飯事に浴びせ続けられたら、やっぱり人はうつ病になっていく。なりますよね、うん、自信をなくしますよね。まず自信をなくす、うん、なんかやっぱり一生懸命やっていることでそのお仕事でも家庭の生活上でもなんかやっぱそこに対してなんか喜んでもらおうと思ってやったり、うん、みんなしてるのに、うん、その喜ぶどころか、うん、なんかバカじゃないのとか、うん、そんなこんなのもできないのとか言われると、それはやっぱり心に傷を負うと思うし、うん、あのそうです、子供もそうだと思うんですよ、うん、子供の頃をこう考えても、うん、一生懸命やってそうやってその否定されると、うん、やっぱりなんで私はできないんだろうっていう自己肯定感とかにつながるような気も、うん、そうものすごく影響しますよ、ね、うん、でね、私あの、まあ、仕事でそういう相談を受けることが多いんですね、はい、であのよく言われるのがですね、まあ、モラハラなんですっていうことで、それで離婚を考えていますっていう法律相談を受けることが多いんですね。でその方々がよく口にするのは、自分がモラルハラスメント、モラハラを受けてるとは気づかなかったと。で実は友人にそれってモラハラじゃないって言われて、初めて自分がその旦那さんに長年、言われてた言動や扱いがモラハラだったということに気づきましたという方が百発百中って言ってもおかしくないぐらいの、うち、ん、に来る、少なくとも私の経験上では皆さんそのように言われてる最中は気づかないというふうに。なるほどですね。いやなんかですね、うん、こうなんていうのかな、あの声が大きい方が勝つって言ったら変ですけど、いやまさにそ、まさになんか言葉が出る方が勝つ。そう、なんかその先にそうやって文句というか発言をされると、うん、受け身にスタートが受け身になると、うん、ずっと受け身になるような気がするんですよね。その通り喧嘩っていうかね、あの、うん、そういうあの話し合いの場でも、うん、なんかそういうので作戦立ててくるとかもあるじゃないですか、うん、やっぱねその喧嘩じゃないけど、うん、その戦いの部分でですよ。だから普通の生活でですね、その油断してる時にガンって言われたら、うん、え私なんか悪いことしたとみたいな感じで、うん、なんかこう自信をなくしたりで、もうなんかその一言が言えなくなる、その準備がないから、うん、なんかそんな気はしますよね、うん、あの結局まさか、うん、まあ、好きで結婚した相手が自分のことを、うん、バカにしてるっていうことの発想をまずそもそも信頼して結婚してるので持ってないんですよ、疑うっていうことが。なるほど、
そもそも相手を疑うと、だからまさかなんですよ。でもそれで、じゃあ私がもっと良くなるために彼は言ってるのかななんて思うわけですか。思う、あ思うし、あの会社で嫌なことがあったのかなって、うん、当たられてるのかなって、当たられてるけど、ちょっとだけ優しい女の人だなんか余計なせいだよとかさ、うるさいとか言って言わないわけですよね。ないない、ね、ちゃんとこう一旦受け止めるわけですよね。もう私たち2人は受け止められないかもしれない何言ってんのみたいなね、こう励ますことはあってもですね、あれだったらごめんごめんって言いますけどね、うん、やっぱり理不尽なこと言われたら今のは何って言い返しますよね、うん、ってこう言い直す今のはちょっとおかしくないっていうのがね、最低限、そっか、最低限言い返さなくていいんだ、聞き直せばいいんだ、うんうん、そう、あ立ち止まる、そうですよ、私はですね、言い返すっていうのはあんまりしない、うん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 、今結婚してるわけでもないですけど、まあいろんな、うん、あのこれはモラハラというのは確かに今旦那さんの話をしましたけれども、うん、最近は女性、奥さんも多いですよ、奥さん、逆に男性が優しすぎて、うん、奥さんがすごい離婚事件、離婚の案件も今多いです、正直多いですよ。だから男性が心が折れるぐらい、うん、そうです、女の人が暴言を吐くと、すごい、だから男性も優しいんですよ、優しい男性も増えてるというか、うんうんうん、まあ若い方でね、いや優しいですもんね、うん、今ね、おお、ね、うん、なんかちょっとこう画面で私調べたら、うん、分かりやすいモラハラの、うん、なんかイラストがあったんですけど、お願いします、はい、ちょっと見たいですね、はい、今ちょっとダメっていう感じですか、はい、なんかまあモラハラの定義の上で、人と人のコミュニケーション上で、うんうん、まあ話しかけられても無視するとか、うん、悪口をわざと聞こえるように言うとか、うん、仕事を任せない、振らない、うんうん、小さなミスをしつこく指摘するとか、うん、バカにした態度を取るとかいう言動があると、うんうん、なんかすごくこうパワハラと近い感じもしますね。いやパワハラですよね、はっきり言って、要するに会社じゃないからパワハラって言わないだけで、ね、まあパワハラすごい近いなって、そうですよ、要するに個人のね、どうしようもないところを傷つけたり、うん、無視したりっていうのはもうよく似てます、はい、そうね、なんかモラハラをしてしまいがちな人っていう共通点があって、あどういう人でしょう、周囲にの人に親切など、人間関係や仕事でストレスをためやすい、知らないよね、で他人に厳しく、相手の都合より自分のことを優先させたい、まあ、これは分かりますね、プライドが高く気分屋な一面がある、謝ることが苦手、うん、細かい点、些細なことでイライラしたり頭に血が上りやすい、うん、古い価値観や上下関係、いじりなどを当たり前と思っている、うん、またうちでそういう相談に来られた時にやっぱほっとして泣かれるのは、うん、そのもう手に取るようにね、分かるわけです、手に取るようにどういうことをされたかが、うん、わかるので、うん、そういうことを先回りして言っていくと、うん、初めて分かってもらえる人に出会えたっていうんです、うん、っていうのが今愛子さんがおっしゃったので、うん、そうですね、今ね、うん、なんかもうすごい画像が悪いどうなってんですかね、画像がね、うん、あら消えたもう一回やってみましょうね、ありがちなのがね、これ真面目な話、はい、ありがちなのがね、あれなんですよ、外面がめっちゃいい人に多いんです、うん、なんか分かるような気がする、今のそのね、特徴も特徴、まさにその通りね、だからいわゆる内弁慶って言われるもの、うん、内弁慶はだから、そう、いわゆる内弁慶の最悪なパターンですよね、外面がいい、うん、外面がいい、だからちょっと二重人格じゃないけど、で孤立していく、うん、なんで孤立していくかっていうと、さっき言った中にあったでしょ、自己中心、自分が、はいはい、自己中心的、うん、自分が偉大だと思う、そうそう、で、うん、周囲が周囲が生きれてると思って嘘のせいとか、そうそう、相手を、うん、なんていうか、破損、破壊したい悪意だって、いやすごいですよ、私実際モラハラのされてる離婚事件のその IC で撮ったやつをそのまま聞いたことがありますけど、はい、めちゃくちゃひどいです、もう
もう異常ですよ。顔ももうやっぱりね、あの一つはあの動画がありましたけども、うん、目が見開いてね、その男性、うわーってすごかったです。目が見開いて、お前なんかなんとかって突然笑ったりするんですよ。その奥さんがそれでヘロヘロになったりすると急に笑ったり、もうちょっと狂気じみてるって言った方が、なんか消えた、戻していいよ、ツーショットに、あ、綺麗になった、ツーショット戻していい、いや、ま、なんかそのドラマで見る、ちょっとその人格障害とか、なんか病気な、病的な行動を取るって感じですね、そこまでいくと、うん、だって普通の人間が、うんうん、その目を見開いて怒鳴ったりっていうのは、バカにするっていう、バカにして、そして相手がちょっと弱ったらせせら笑うとか、ね、なんかその演劇とかで練習するぐらいの、あの感情の変化をやっぱ相手にとって持つって、しかも近しい相手に対して、その恨みがあるとか、その相手が本当に悪だったらそれは分かりますよ、こうおかしくなるのも。だけど同じようにね、うんうん、同じ対等な立場の人に対してそうっていうのはちょっとおかしいですよね、うん、だからもう本当にそれは結構究極な場面とは思いますけれども、うん、まあしかしそれは氷山の一角であって例外的な事例とは思いません。うーん、で要するに何をね、それをされてる人が悩むかっていうと、周りから理解されないです。あなたのご主人は本当本当にいい人ねとか、うん、なんていい人なんだろうって世話が行き届いて、うん、いつもニコニコして本当にあなたは幸せねって言われることがまた辛いんですね。で自分がおかしいのかなってこう周りから固められてしまうっていうのがこのモラハラの特徴で、だからこそ相談にお見えになった時にもうモラハラの人のやることを先回りして、こういうふうに言われたんじゃないか、こういうふうな人だよね、こういうふうなことをしたよねっていうのを言っていくと、で世間ではあのいい人と思われてるでしょうっていうと、なんで先生わかるんですかっていうことで、もう初めてその本性っていうか旦那さんの本性を言葉にして理解してくれる人に、まあ、出会いましたっていうことを言ってくださることがもうほとんどっていうか、まあ、全部。あ、そうですか。まあ変な話、自分の彼氏とか自分の夫がそんな変な人だっていうこととかを言いたくないじゃないですか、うん、だからみんなで多分隠すんだと思うんですよね、うんうん、最初はね。で初めはいや本当にさっき先生おっしゃったみたいに、うん、あなんか会社で嫌なことあったのかなとかストレスかなとかって思いたくなると思うんですよ、うん、でそれが例えば相手が親だったとしても、自分の親がこんな非常識なことなんだって人なんだっていうことは、自分のやっぱ家のことを悪い部分をあんまりそのさらけだ自らさらけ出すのはなんか恥だみたいなとこもあるから、いやそうですね、言いにくいですよね、うんうん、だからこそずっとこう抱え込むんですよね、はい、もうそこが辛いですよね。そうですね、抱え込んでる時間っていうものがどれほど自分の精神を病ませていくかっていうのは本当に、うん、でもそのモラハラって見えない、うん、結局パワハラとか、うん、あの、うん、DV っていうドメスティックバイオレンスは、うん、まあ傷があるとかなんか壁に穴が開くとかいろいろこう分かりやすい記録が取りやすいんですけど、そのモラハラって言葉によって自分がどれだけ傷ついたとか、こういう場面でこんな言葉を発したとかっていうのはどうやって証拠を取ったり、うん、その周り先生とかにあの相談に行くときはどういうふうにしたらいいんですか。まあ、ほとんどが証拠は取れてないですけど、まずは相談だとは思いますけど、まあ、しかし IC レコーダーですね、もう取るならば IC レコーダーをしっかり早めから取っててほしいんですよね。つまり相談から取ってると向こうが警戒し始めて、あるいはもう相談に来た時って取れるような状況じゃないぐらいひどくなってる言葉とか言動で、もうプレッシャーがかかりすぎて取る IC なんてバレないんですけど、もう一回言いますけど、前も言いましたけど、その直接自分が会話してるのを IC で取るのは違法じゃないんです、うんうん、だからそのでも隠して取ったら違法なんですよ。自分たちで喋ってるのをメモですからね、うんうんうん、
それはいいと。それはいいです、うん、ただ証拠でも使えます。全然関係ない、無関係な人が、例えば全く知らない人がそこに置いてるとかしたら盗聴ですから、それは違法行為です。自分がそこに会話に入っていれば、うん、そうですね、盗聴で自分が喋ってるのを撮ってるからですね、うんうんうん、で相手が何て答えたかっていうのを撮ることは何も悪くない、はいはいね、だからそのまあいろいろそのあとでやとりあえずその音声の録音を撮ったり、うん、その映像を撮るとかいうのを今簡単にできるので、簡単できますよ。それをその自分が違法なのかもしれないとか思っても、うん、一回相談に行けばいいですよね、うん、それを使うかどうかは、うんうんうん、そこから先です、うん、そうですよね、はい、だからまずはその会話とか流れゆくものなので、やっぱりちゃんとその記録を残そうっていう、まずそういうこうなんていうの、正常な気持ちになってほしいなと思うんですよね、言われっぱなしじゃなくてね。でね、あの、うん、ちょっと IC レコーダーの話が出たんですけど、これ日頃から練習しておいた方がいいと思います皆さん、うん、全国民練習しておい、使い方の練習をしておけば、うん、いざっていう時に完璧に撮れます、うん、だから、うん、ちょっとした自分の会話をまず撮る練習、ここを押したらパタって撮れるなっていう、うんうん、どれぐらいの音声だとこういうのが撮れるとか、例えば信頼してる人との会話を撮ってみるとか、そういうのはあのですね、モラハラを今受けてらっしゃらない方は永遠に受けなくていいと思うんですけど、しかしあの世の中には言った言わないっていう世界があるんですよ。あのモラハラだけじゃなくて約束、約束を守る守らないっていう世界がありまして、でそれがその契約書とかですね、あの文書、今 LINE が多いです、うん、LINE で約束とかいうのは証拠になりますけど、うんうんうん、あのそういうメモすらない、 LINE すらない、メールすらない場合にやっぱり有効なのは IC レコーダーそのものなんですよ、に入ってる音声、うん、音声ですね。でなのでこれはですね、あのモラハラに限らず、あのもう自分を守るためのそのアイテムの一つで、まあ、今回今コロナの問題で、うん、あのマスクをしたりこうやってパーテーションしたりとかですね、うん、そういった対策を取るようになったじゃないですか、はい、あとあのアルコールスプレーをしょっちゅうしたりとか、はい、うがいはとか、うん、本当慣れてきましたよね、うんうん、あのね、油断はいけないけど、そういう対策、はい、生活で逆に手をきれいにしないと気持ち悪いというか、うん、常に手先はきれいにしていくっていう、うん、あの慣れて本当にそういう 対策も上手になってきた、はいうんと同じなんですよ、うん、これコロナじゃないでもモラハラとか人からやられることって目に見えないけど、うん、いざ証拠に出せっていう時には証拠は裁判で慰謝料取りたい、慰謝料がねちゃんと立証できれば慰謝料取れます、うん、まあ金額はね数十万から数百万って事案によります。その期間とか言われた言葉の中身とか回数とか環境、言われた環境やその時の相手の態度やいろんな条件によって数十万から数百万ってなるんですけど、そもそもがですねもうその証拠が一つもなければですね橋にも棒にもかからない。そうですよね、信用、あの要は どっちも、まあ、弁護士がついたり、うん、あの中立な立場で戦うときに、うん、そういう証拠がなくて言ったって言って、いや言ってないって言われたら結局同レベルの、うん、あの話が消えるみたいなもんでしょ。でよくこれまたそう愛子さんが今言ったやつで、うん、よく言われるのが、え認めないんですかって言うんですよ、うん、皆さんね、うん、もういろんな、それは女性に限らず、うん、そのまあでも女性が多いんだよねこれ、女性、あの、うん、要するにね、あの、うん、要するにあのえここまでされたのに相手が認めないことってあるんですかって言うんですよ。これね、あの皆さん知ってていただきたいんですけど、そういうことする人認めませんよ、うん、そうね、いやだからこうこっちの感覚が普通って思うわけですよ、うんうん、そう普通これだけ相手の傷つけることをやったらごめんねって言うし、両親がいたんでね、そう両親がやっぱり認めて、うん、やっぱりここまで弁護士が相手がついて請求までされたらやっぱり謝罪とかするのが普通じゃないかと思うんでしょ、うん、だからその普通っていうのがまずないから、うん、あのそれに期待をしないってことも大事だと思うし、うんうん、だって普通じゃないからそういうことを続けてるわけですよね。そうなんですよ、だからもう これはね、うん、治るんですか、あ治るんですか、誰が相手が、そういう、いや私は諦めてますけどいやなんか
それはお医者さんに聞いてみないと、お医者さんで治るものかどうか、もしそれがその人自身の幼少期の何か心の傷とか何か精神的な病の原因であれば治る可能性は、まあ、しかしちゃんとした適切な対応治療がいるとは思いますけど、しかしそれを妻が治す義務はないでしょう。そうそう、だから猫ほらもう今更子供をしつけたり育てたりっていうのじゃなくて、なんでその夫までその育てたり、いやその通りです、育て直さないといけないのかっていうのはあると思うんですよ、ね、ありますよね。それはおかしいですよね、お互い対等なんで。だそうするとやっぱり離婚して再出発っていう風な発想になりがちではありますよね、まあ、やっぱりねお互い自立して、うん、やっぱ生活を共に、ね、うん、行うっていうのはいいと思うんですけど、うん、そういう精神的な、ね、やっぱ侮辱受けたり、うん、そのいう存在でいろんなことを我慢させられたり病気になったりとかはもう本末転倒ですもんね。そう、勇気がでもね、なかなかね、とはいえ相談に来てください、ね、そのやっぱり勇気が出ない人、一歩そういう方はまずその別に、ね、その何か何をアクションを起こすとかじゃなくて話しに来てほしいですね、うん、だってさっきの先生のお話でこういうことがあるんですって言ったら、あ、その人こういうことも言うしこんな人なんじゃないのとか言うのってなんか占いと似てるなと思って、なんか生年月日とか見たら、まあ、経験なんだけどね、この人はなんかこんなタイプですねとか言われるじゃないですか。あ、まあ、占い師みたいと言われますけど占いはできませんから言っときますけど、経験ですよ、まあでね、もう、うん、だってもう、だから29歳から、まあ、19年やらせていただいて、まあ、法律相談、まあ、事務所もそうなんですけど、例えば弁護士会から派遣されて法律相談行けば、ね、はいはい、30分ごとに1人お一人の話をでお話を最大で 6人3時間聞かせていただくっていう経験とかを、やっぱ29からですね、今19年させていただいたら、やっぱりパターンっていうのが、うん、まあありますよね。あります。やっぱそのいろんな人のね、うん、人柄というか人格の、うん、だし、その千本ノックぐらいですもんね、うん、結局ね懐かしいね、いろんなあこのケースはこうなんだ、このケースはこうなんだ、だけどこのほら組み合わせで、うん、そのまた無限に出てくるじゃないですか。そうですそうですそうです、そのこのタイプとこのタイプ、うん、そう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 、こういう問題とこういう問題、うん、こんな人とこんな人っていうので、うん、そうそう、だからもうその無限に解決法もあるし、うん、無限にその問題も出てくる、うん、ね、湧き出てくると思うんですよね。そうですね、うん、だけど、まあ、うん、もうそのある程度そのあたりは自分の中でその見切りをつけるなりしながら先生に相談して、うんうんうん、そのきちんと専門家の意見を聞いてですね、うんうん、で、まあ、どうするか判断したらいいと思うんですが、まあ、やっぱりまずはそういうこうモラハラを防止する、うん、まあ、そうですね、うん、だから被害者にやっぱなるっていうことにこう自分が被害者ってことに気づきにくいような気がするので、うん、なんかこうあるんですか、防止するための。そうですね、うん、まあ、まあその辺は心理学の方が詳しいのかもしれませんけれども、うん、ただですね、やっぱりその後でもいいから自分に違和感が残る、モヤモヤ、モヤモヤが残った場合はやっぱり変なこと言われてるんですよ、うん、普通ね、やっぱいい言葉言われたら励まされたり褒めたたえられたり素敵な言葉を言われたら、うん、後でモヤモヤなんかしませんよ、うん、ね、後でモヤモヤってしたらそれはやっぱり違う、うんうん、だから整理すべきだと思いますね、何を言われたかメモに書いておくべきだと思いますね。私この前、うん、知り合った、うん、大阪の女性から、うんうん、一言なんかメッセージもらったんですよ。その方ちょっと陶芸とかしてる方ですね。すでに素敵ですね。感情が大事やねんって書いてあったんです。で、でその一人一人そのいろんなメッセージを出してて、なんとなくそうやってこうカードをもらったんですけど、感情っていうのをが一つの、まあ、サインってことですよね、うん、さっきの先生の話もあらわにするね、うん、だから感情って大事、自分の心ね、うん、こう気づいてない感情も大事なんだなって今聞いて、あ、モヤモヤってしたりなんかおかしいなとか、うん、なんか悲しかったり、うん、悔しかったりが残るってことは、うん、もうおかしいですよ。自分を守ってあげないといけないっていうサインですよね。そうですそうです、だって幸せだったら悲しいとか、うん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 、まずですね、自分が反省させられてる時点でおかしいですよ。そういや、なんかね、この、うん、
やっぱり、うん、自分が悪かったのかって思う自責傾向が強い人とか声を上げにくい人っていう人が、うん、余計にね何回も何回もねやられやすいんですよね、うんうん、なんかやっぱりそういう方は冷静に、うん、自分が本当に悪いんだろうかっていうことを考える、立ち止まってそうやって感情を考えるっていう、感じる感情だから、うん、ただね、私やっぱりこれモラハラに限らず、人に意見を、まあ、これ来週やるのかもしれませんが、人に意見を申し上げるときにはやっぱり一番耳の痛い言葉は最後に言うべきだと思うんですね。つまり人には感情があって、でなぜ意見を言うかっていうと、それを聞いていただきたいからなんですよね。そのバッと自分が言うことにストレス発散とかをすっきりするっていうのは、もう本当にそれは問題解決のための意見ではなく、一方的な自分のストレス発散による暴言だと思います。でそうではなくて、なぜ意見を言うかっていうと、今の環境を変えてもらいたいからなんです。良くするため、良くするために意見を言うんです。でその時に相手は一生懸命やってるわけです。で一生懸命やってる人に対して意見を言うっていうのは、自分を顧みた時に普通はですね、意見を言える立場なのかっていうことになります。自分だって完璧な人間はいないので、人に意見を言うっていうことは自分も何かやっぱり意見を言われることはあるわけですから、だから私は何を申し上げたいかっていうと、仮に反省すべきことがあったとしても、言われ方なんです。言われ方が一方的で、最初から無能で、要は何のいたわりの言葉もなく、それまでよくやったっていう言葉、励ましの言葉もなく、称える言葉もなく、突然意見を言うっていうことであれば、それはもうその時点でおかしいと思います。なるほどですね、そうですよね。でそれはですね、おそらく会社でも上司が下に部下に注意をするときに、いきなりなんでこんなことをするのかじゃなくて、君はこういうことをやろうと思ったつもりだし、それは分かるんだって、だけれどもここでこう手を抜いたことがこういうふうになったよねっていうふうに話をすれば、残念な、ね、ことになるから、ここをもう一回すればうまくいくよとかね、そう、でそれは甘やかしてるんじゃなくて、物事を完成させるためのやっぱりお互いやっぱ工夫がいると思うんですね。時代の流れに沿って人という人がお互いこう いいところで力を出し合って、仕事だったらある一つの仕事を成功させたりするにはお互い足りないわけですから、でもいいところがあるから、そこを足し算したことすることによってワンチームになるわけですから、やっぱり最初から罵倒が始まるっていうこと自体がですね、皆さん絶対これがおかしいと思ってます。なのでもし見抜く、いいです、反省すべきことが仮にあったとしても、そこから言われる、そこからガーンと言われるということ自体がもうおかしいと思ってもらいたいんですよ。そうですね、はい、やっぱりね、こうキャッチボールと一緒で、ね、やっぱり初めはちょっとウォーミングアップじゃないですけど、いやいや、まさにその通り、ね、人の心に意見が入っていかないといけないので、ね、その中でね、ま、そのやっぱり関係を、このくらいの球を投げたら取りやすい、でこのくらいの球だったら自分も取りやすい、でそれがまあ、いつの間にか相手にその攻撃的な、球を投げたり、取りにくい球を投げたりして、まあ、なんで取れないんだと、でじゃあ今からこういう球投げるよって、でちょっと下がってとかいう、いうようなちょっと例えがあれですけど、そういうもともとのコミュニケーションがないと、上だからとか下だからとかで、言っていいことなんてないわけってことですよね。そうです、ね、許されない、ね、それは夫婦であっても親子であっても、おじいちゃんおばあちゃんと孫であっても、人の尊厳を傷つける権利は誰一人ありません、いやでも本当にこう時代が、まあ、変わったんじゃなくて、本当はそうだったんでしょうけど、それがこう理論的に体系化されてこうやって出てきただけだと思うんですけど、そうですね、なんかこう、まあ、根性世代みたいな昭和の世代って結構やっぱ我慢してたと思いますし、そう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 、理不尽な、理不尽だね、理不尽な世界をやっぱり、私もそうですけど、やっぱり多々経験してきたんですね。
でも、まあ、それだからこれぐらいできるだろうとか、私はこうやって育ったんだからそうやって育てるわよみたいなのはもう今はナンセンスで、うんうんうん、ね、やっぱりその今の、うんうん、時代に合った人の人を大切にする、そうです、育った環境がありますからね、うんうんうん、でその人を大事にする人格を、ね、うんね、大事にする関わりを持つ努力を、うんうんうん、その私たちもまだその方法、うん、絶対しないといけないです、ね、方法を知らないとこあるんですよ、うん、いやその通りです、私もなんか言うと嘘っぽくなったり、いやまさになんかね、こう、うん、ね、そういうことって自分のでも努力ですよね、努力だと思いますね、私も今年4月からロースクールの、うん、副大ロースクールの教授になって、お相手さんが23歳とかの生徒が、まあ、今までも関わりはなかったわけじゃないんですけど、それがみっちり関わるようにまあならせていただいたんですけど、やっぱりあのいちいち確認しないと、あのどういうふうなあのことがいいのかとか、どういうふうな話し方がいいのかとか、あの一応ニーズを聞いてからやってます、すべて聞き取るわけじゃないんですけれども、あのニーズを聞いてからやってます。だけどなんかその今の私の話し方でスピード大丈夫とか、うん、分かりやすかったとか聞くのって勇気いりますよね、うんうん、あそうね、だって分かりませんでしたとか言われたら、そう、ね、なんかこう、いやそうね、確認作業ってある意味、うんうん、やっぱ私はですね、うんうん、結構勇気がいって、うん、あのまあ、今こうやってお話ししてるのもそうなんですけど、うん、自分で後で見返した時に、うん、あなんか全然ここが早口だとか、まあね、私も早いんですよ、なんかこういろいろあの、まあ、反省するんです。で、まあ、反省してもう一回改善する努力はあのね、あのビビったるもんですけどしてるつもりで、だからやっぱね、そういうやっぱり失敗したって思っても、これが相手に聞くとか、ごめんちょっとこの言い方は誤解を生んだかなとかいう、こっちがあのきちんとそうやって誠意を持って歩み寄れる人にならないと、なんかこう言えない、うん、プライドっていうか、うん、大人になると余計なものがそうやって出てくるような気がするんですよ。あ、それはそうでしょうね、うん、立場を考えすぎて、うん、立場上ここでそういうことを言うのは 弱い弁護士に見られるんじゃないかとか、うん、弱い経営者に見られるんじゃないかなっておっしゃる人は多いと思うし、うん、立場上自分をそういうふうに作り上げてる人も多いと思うんですけども、うん、まあ、しかしそれを貫き通すのもプロフェッショナルだなとは思いますが、だから私も何でもかんでも聞いて人のせいにしたらいけないので、うん、何でもかんでも聞きながらやっぱり自分でリードしていかないとプロじゃないなっていうふうにはこう常に思いますけど、まあ、本当人としてきちんと成長していく、うんうんうん、あの私たちはやっぱり、私が思うにはやっぱ成長していかないといけないと思うんですよね。そうです、そうです。だからやっぱり内面の、あの子供の頃は身体的な成長とか、あの生理的な成長とかが分かりやすくなるけど、もう一定ところまで行くと今度は老化になっていくわけですよね。精神的な成長の方が多くね、はいはい、問われてしまいますよね。そこに存在意義というかね。そうそうそうです、そうです。だから、ま、自分の使命とか、うん、なんかね、何が社会のために役に立つんだろうとかいうところも含めて、うん、あの常に学び続けないといけないと思うし、うんうん、常にやっぱ成長したいという気持ちを持っていくことが充実感になると思うんですよね、うん、だからそういう些細なあの生活上のことで足を引っ張られたり、うん、なんかこう気分がなんかモヤモヤするとかっていうのははっきり言って 足止めになるじゃないですか。そうです、足かせになります ね、うん、やっぱり物事のクリエイティブに前向きに発想する力をそぎますよ ね、うん、ねえ、だからやっぱそれで、うん、自分を責めるとかいう無駄な時間だったりもったいない、ね、生産的ではないことになると、やっぱせっかくのね、あの時間がもったいないとも思うので、まあもしそうやってこれってモラハラ私は受けてるのかなとか、もしくはこうやって子供に言ってしまったことが、うん、まあ、正しいその意見の言い方なのかなとか、うんうん、でそれを勉強する先生に伺って学ぶってことが、その子供の成長にも生きてくると思うし、自分の周りの人間関係にも生きてくると思うんですよね、うん、だからね、そう、
でもう一つだけその経験上思うところがあるのは あれですね、思うところって偉そうだけど経験上感じてきていることは、はい、気づいているんだけれども、で子どももそれに気づいているんだけれども、やっぱりその家族は両親が揃ってた方がいいっていうことで、子どものために我慢をするっていう方が多いんですよ。でそれはね、確かに何でもかんでも言ってたら、もうちょっとしたことから言ってたらもう結婚なんてそもそも成立しないんで、全うなんてできないんで、それはお互いだから一方的に言われるのが悪いんで、おかしいんだったら今なんて言ったっつって、今の言い方はこうじゃないのとか言える関係だったら全然いいんですよ。それはモラハラじゃないんで、言い返せてるんで、だからやっぱり言われて、そのまず聞き直す、おかしいと思ったら何て言ったみたいな感じで、そうだからそういうふうに聞き直せるんだったらいいんだけど、私が気になってるのは、それが本当に子供のためにいいんだろうかと。実はそういうモラハラをされてる、お母さんがお父さんにバカにされる状態を見続ける子供の気持ちって、それをですね、ケロッとしてたら別ですよ。そのお母さんが何言われてもなんか強かったらね、逆に怖い、逆にもう何を言われても平気で、そうするとモラハラ、私は私みたいな、珍しいですよね、今日もすごかったねとか言いながら自分は自分で好きなように生きてる、で頑張っていこうぜっていう母だったら、逆にすげえなと思って子供は強くなると思うけど、それを我慢してることが子供ににじみ出るっていうか伝わっちゃって、やっぱね、親の背中でね、伝わりますよね、で悲しいのはですね、お父さんを一生恨むこと、でそれを幼少期に持ってしまった時に、やっぱりそのそれが反面教師になればいいんですね、お父さんみたいな人にはならずに家庭を持とう、仕事になろう、仕事をしようっていうんだったらいいんですけど、まあほとんどの人がそれが反面教師になって脱皮、すごいエネルギーになって何かしらに一流、やっぱりスポーツ選手でもやっぱりお母さん母子家庭でそれを乗り越えるとかいっぱいいらっしゃるんですけど、そうじゃない方もいて、それっていうのは精神的に病んでしまってですね、子供がこの母親を恨むようになる、どうしてそういう早く家を出なかったんだっていう、自分も結局はその子供が犠牲になっていくんですね。まあね、家庭にいるとですね、そうなりますよね。でモラハラの延長ってさっき親からのって言ってましたけど、確かに子供が、今度子供も言われるようになるんですよ。相手から、その旦那さんからすると子供とお母さん、奥さんが同じグループに見えてくるようで、もうそうなるとですね、それで我慢してる状態が続くと本当に、厳しいと思いますので、その辺のさじ加減というのは本当に微妙なところではあるので、早めに相談しながら、ね、うちにもね、依頼するわけじゃなくて、依頼というか事件になって調停とか相手と交渉するとか、そういうふうに具体的に本人の代理人になって行動してほしいっていうわけではなくて、定期的に相談に来られる方が今何人もいます。お元気みたいな感じ。それはでも単純にですね、世間話をしているわけではありません。やっぱりその中で、そのやっぱり法律をベースにしながらですね、今の状況はこういうことだから、先に進んだこういうアプローチをした方がいいとか、もうもはや離婚かなってなってみたり、いやそうじゃないかもしれないから、また気持ちを切り替えて仕事に励むかどうかとか、もう2年後の離婚を見据えて仕事を自分で確立していく、収入を、安定した収入を、今パートだけど正社員を見つけてなんとかやる努力に、の道を確立していくかとか、そういう前向きな次のステップに向けた話し合いが、ミーティングがね、できると思います。なるほど。なんかね、こう弁護士っていうと、なんかその本当にそれが予防弁護なんで、そういうことですよね、はい、いやなんかやっぱ問題が起こって、まあ、話ってもちろんそこで治療をね、それなりにしてくれると思うんだけど、まあ、病院に行くみたいなもんで、その前にやっぱり予防していくっていう、生活からとか自分のね、その将来の人生の羅針盤を含めた相談もできるっていう部分もあると思うんですよね、そこが大きいと思うんだよね。そうですね、でやっぱりその、まあ、離婚とか転職とかって考えた時に、やっぱりみんなその経済的な不安っていうのが、
一番に出てくると思うんですよね。それで我慢してる人ってすごく多いと思うんです、うん、でまあその別にお金持ちになるとかじゃなくても、うん、まあ生活ができる衣食住がね生活できるぐらいの自立っていうのは私はやっぱり女性にはやっぱり自らがちゃんと仕事してその生活ができるっていう人としてなんか一人で立つ自立がねで経済的な自立精神的な自立社会的な自立っていうのをまあ応援したいなっていうのはもう、うん、これがチアーズの、うん、そう創業期っていうか最初からの考えですよね、はいはい、そうです、うん、そういう自分にならないと、うんうん、そういう我慢をしたり間違った判断をしたりその人間関係も含めて騙されたりしていくんですよね、うん、でそうやって今度は自分が傷つくこともあるし、うん、子供にそれが、ね、傷つけることになったりとか、うん、やっぱ負のスパイラルがそこで起こっていく可能性も出てくるんですよ。そうならないようにまずは、うん、そのみんなまだ自立してる途中かもしれないけども、うんまあ、自立した人間として女性として生きていこうっていうところでやっぱりこういう情報発信もしてますし、うんまあ、これからそういうなんか、うんまあ、女性の起業塾っていうのとかをちょっとやってみようと思っていて、うん、あいいですね、うん、九州女性多いよね、シングルになって起業する人、うん、多いです、うん、でも活躍してるもんって、うん、才能豊かなんだなって九州の女性はって思いますよ。なるほど、うん、そうですね。だって賢いもん、うん、ここ気配り心配りができる女性多いし、うん、まずは何と言っても笑顔が素敵な人が多い、うんうん、だからやっぱりそれだけでもまずお客様は喜ばれる人が素地としてあるんじゃないかなというふうに思いますけどね、うんうん、なんか私は何もできないからっていうことから結構みんな始まるんですけど、うん、意外と自分のことって自分では全くわからない、私も全然わかんないんですけどだから引き出してもらってます。いやいやもう本当は私はもう本当引き出していただいていて、だからもう周りの人から引き出してもらうっていう関係じゃないと自分も伸びない部分もあるし、気づかないせっかくのいいとことかも、うん気づかない、ね、こう宝の持ち腐れにならないように、うん、みんなそれぞれ持ってると思うので、うん、そういうものを引き出すっていうためにも、うん、まず自分がこう心も体も健康でいないといけないと思うんでですね、だからなんかまあちょっとしたなんか悩み事とかまあ、これからの自分の人生のね、ちょっとこう相談というか、うんまあ、宣言も含めてそういうのも、まあ、三角先生に気軽にご相談できますので、別に重い案件じゃなくても重い案件とかないもんね、もう本当本当その通りで、もう気軽に来てくださいね。じゃあ30分の相談料が3000円っていうプラス税金っていう金額でそのご相談に受けていただけますので、まあ、まずはそういう自分のちょっとモヤモヤしたこと、これって私はモヤモヤしたんですけどどう思いますか？そうね、まずは意見から聞いた方がいいのでね、指標になりますよ結構ね、自分の行動の物差しというかね、うん、そういうのでやっぱりそういういろんな方を見られてきている専門の専門家の意見を聞きながら自分をもう一度見直して自分はこれからどうするのかっていう前向きな、うん、発想で言っていただけたらなと思っています。はい、そうですね、はい、その通りです。次回は、はい、次回は今ちょっと問題になっている、うん、こうウェブの SNS での、うん、いろんなこう芸能人に対しての誹謗中傷の、うん、誹謗中傷とかもありますし、うん、その私たちもまあツイッターとか、うん、そのいろんな掲示板とか、うん、フェイスブックとかは割と実名が多いのでそんなにはないかもしれないんですけど、うん、まあそれでも架空の人がいたりとかもあるみたいだし、うん、そういう SNS 上も含めた人間関係での、うん、誹謗中傷と、うん、その意見を言うっていうのの、うん、その境目だったり、なんかそこを私たちってそういうことを勉強してないので、そのいわゆるディスカッションをする時のいろんなルールだったり、うん、そういうのを伺っていこうかなと思っております。はい、なるほど。でまたなんかそういう、まあ、人との意見交換とか自分の意見を上手に伝える方法とか、まあ、その法律に関する離婚相談とかもいいんですけども、
の質問とかリクエストがあればぜひあの私の方に連絡いただければと思います。ぜひね、お願いします。せっかくなのでいろいろと聞いていただいた方が、先生にですね伺えるチャンスなので、いっぱい引き出してください、はい、でもし遠方の方とかだったらですね、こういう Zoom だったりオンラインで先生と相談っていうのは、はい、電話でも全然いいです、はい、できますので、はい、はい、もしそういうのも関心があればまたホームページでも見ていただければと思います、はい、お電話ください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もお忙しい中どうもありがとうございました。こちらこそいつもありがとうございます。皆さんもありがとうございます、はい、午後も、まあ、お盆休みにも入ってる方とか、ね、まあ、お盆の準備で忙しい方もね、うん、いるかもしれないけど、うん、暑いのでしっかり水分とって、はい、ね、なんとか夏を乗り切っていきましょう、はい、午後も楽しい一日をお過ごしください。Have a nice day. Have a nice day. ありがとうございました。ウィッキーさんですね、それは。ウィッキーさんです。わあ、これを知らない人は分かる。分かる人ありがとうございました。ウィッキーさん、ありがとうございました。